そうです、ね、あの今回 SCSK さんの CM3 回目なんですけどあの前2つはスーツで割とかっこよくあのネクタイを締める締めてあの,の撮影だったんですけど今回はウェディングドレスで走るということであのすごく 斬新な C. M. になってるんじゃないかなと思います。たくさん走りました。思い出ですか。も <laughs> うとにかく走りました。<laughs> はい。そうですね。もう本当にあの。走。こう何メートルぐらいあるんだろう。十メートルぐらい。は <laughs> あの。結構。何度も走って。 ここまで走る CM ってあまりないのであのまた新しい経験をさせていただきましたこだわったポイントですかえっとそうですねでもこの走るそのダイナミックさみたいなものはあの監督とも話して。 あの大事にしたと思います。<laughs> 走ってます。<laughs> でも、あの、それに、あの、こうなんでしょう。あのセリフも本当に IT。なんですけど、あの。とてもシンプルなんですけど、こう走って。 ウェディングドレスで真っ暗の中走っているところがすごく。あのドラマチックにもなっているのかなと思います。そうですね。ウェディングドレス。を着る機会ってそんなに多くはないので、あの。今回すごくとてもクラシカルなウェディングドレス。を作っていただいて、あの。すごくなんでしょう。ブーケも。すごい持って。 なんで,でしょうウェディングドレスのこうドラマチックさとこの真っ暗での中でのすごいあのそれがかっこいい感じに仕上がってるのかなと思いますねうん,うーん愛を感じたことうーんそうですねなんだろうなあのー 朝ドラが決まって発表された時に本当に今までにないぐらいたくさんの方に「おめでとう」と言っていただいてあのとても嬉しかったですしあの、まあ、激励のお言葉だったりあのいろんなお言葉をいただいてとても愛を感じましたしすごくあの身が引き締まりました。 えー、今回の SCSK の CM は ITI がすごいという CM で、あのー、暗闇の中ウェディングドレスで走ってかっこよさとドラマチックさがすごく魅力的な CM になっていると思うのでぜひ、あのー、ご覧ください。 SCSK。